マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中だから食事量を減らしてみたり、運動もすごく頑張ってる。なのに全然痩せない。なんてことないですか？痩せない原因は過去の私と同じようにあなたの腸内環境が悪いだけかもしれません。そこでこの動画では私がマイナス10キロ痩せるためにやめたことがわかるんです。もしあなたがなかなか痩せない、ダイエット早く卒業したいとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せるために私がやめたこと3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこれをやめると痩せることができるのか、その痩せるポイント理由と、2つ目、今すぐストップ、これをやめると痩せる3選を詳しくお伝えしてまいります。では1つ目の項目です。なぜこれらのものをやめると痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイントが2つあります。1つ目、後からお伝えします。3選やめるとあなたの腸内環境が整うんですね。逆にそれらのものを取り続ける限りあなたの腸内環境は整うことはありません。もうこれすごく大事。なぜかというと、痩せたいならしかも健康的に綺麗にリバウンドなしで、そうするとあなたの腸内環境が整っているかいないかでも全然変わってくるんですね。その理由は腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類をまず増やしてあげて、そして元気にしてあげて、いつまでもあなたの腸にね住み着いてもらう必要がある。だけれども後ほどお伝えしますものを取り続けてしまうと、そういった環境と真逆ですね。デブ菌と呼ばれる悪玉菌が増える。しかもどんどん腸内で腐敗して、どんどんですね有害な物質がたまり、代謝が落ちて、もうあなたはどん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 リバウンド間違いなしっていう、そういうね状態に陥ってしまう。なので後ほどお伝えするものをやめていただきますと、あなたの腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では2つ目のポイントはこちら、基礎代謝がどんどん下がるからなんですね。いかがですか？もうただでさえ私たち40代を超えてくると基礎代謝なんかもうどん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 落ちていってしまうわけですよね。だからこそ今までと同じようなものを食べ、同じように動いていたとしても、そもそも代謝が落ちていくわけですから、まあ、筋肉量もしっかりですね。そうすると燃やす力がどんどん落ちているのに、同じことをしていては太るに決まっているということなんですよ。でしかもそこに拍車をかけるようなものを取り続けたらどうなると思いますか？どんどん年齢とともに落ちる基礎代謝に加えてそこのものが入ると、もうガバッと基礎代謝が下がって、あなたはますます食べてもその燃やす力が落ちるわけですから、確実に太る。もうこれは仕方のないことです。では逆に言うと、この後お伝えする3選ストップすることで、その基礎代謝がねどうしても年齢とともに下がりますけれども、それ以上拍車をかけないこと、その逆、どうやったら代謝を上げることができるのかって、そのポイントもね詳しくこの後お伝えしてまいります。では2つ目の項目です。今すぐストップ、これをやめたら痩せる3選お伝えします。まず1つ目はこちら、白砂糖をやめましたです。もう今までですね、もうどれだけ私は白砂糖を取ってきたことかっていうね、もうこれ本当に振り返ると恐ろしい量だなって今思うんですよ。もういろんなものに白砂糖って入ってますよね。で私はもう自分ではですね、この白砂糖買ってない。でその代わりに何を使っているかというと、ビタミン、ミネラルがたっぷりの黒砂糖であったりとか、栄養が高い脂肪燃焼効果のある蜂蜜を、そういった白砂糖の代わりにお料理で使ったりしてるんですね。でなぜここまで白砂糖が良くないのかって、その理由がある。それがこちらです。とにかくですね、もういいことないです。もうまずは太るもと、血糖値の急上昇もめちゃくちゃ加速する。なのでそんなに食べたつもりではなくてもですよ、白砂糖を召し上がると一気に急上昇血糖値で、その間にどうしても脂肪がですね溜まっていくっていう、この悪いスパイラルに
入ってしまう、まあ、きっかけがこの白砂糖なんですよね。でしかも腸内細菌が、ね、乱れちゃいます。腸のカビがですねどんどんね腸の中で増えるんですよね、白砂糖を取っちゃうと。でしかもお体をめちゃくちゃ冷やすのがこの白砂糖なんです。で体が冷えると内臓って動きが悪くなるんですね。特に胃とか腸は動きストップするっていうぐらい確実に良くないのがこの白砂糖。そして肝臓にや胃や肝臓胃に負担をかけてしまって、もちろん腸もです。もういいことない、本当にこれはですねもう太る元なので私はやめたんですね。ただ甘いものをやめたわけじゃないですよね。ですから甘いものをやめるって辛いと思う、私もそうです、大好きです。ただし白砂糖は料理には使わないとか、お菓子も気をつける、そういったね工夫がとっても大事になってきます。では2つ目はこちらです。精製された炭水化物をやめましたなんですね。もう私は過去これ全部食べてた、相当食べてたんですね。ただこれをやめてどうしたかというと、例えば白米の代わりに栄養がそのまま残った玄米とかもち麦とか雑穀米に変えました。あとオートミールもそうですね。で2つ目、真っ白いパンやめました。真っ白い栄養がない小麦で作ったパン、その代わりどうしたかっていうと茶色いパンですね、全粒粉を使った胚芽の残ったパンとかライ麦パンとか玄米パンとかそういったものです。天然そのままのものを選ぶようにしています。そして白いパスタの代わりに全部ヌードルとか、その豆でできたヌードルとかね、雑穀で作られたヌードルとかそういったものに置き換えています。でうどんも食べないですね。これも私はどうしたかっていうと10割そばに変えてます。おそばですね。で普通のそばはね小麦めちゃくちゃ入ってますからおすすめしません。おそばだったら10割そば、そば粉 100% のおそばがとっても好きです。そしてラーメンもね、これももうほんと昔ねインスタントラーメンめちゃくちゃ食べてたんですよね、うん、やめましたね、食べてないです。その代わり時々チートデイっていうことでね、博多の方とか、まあ、福岡博多ラーメン有名ですから、実家が福岡なので、まあ、そういった特別な日はね主人と娘と一緒に大好きなラーメン屋さんに行って食べることもあります。ただし食べる前とあとはリンゴ酢とかレモン酢を飲んでしっかりと備えて食べるようにしてますよ。なので私だって完全にこれね絶対食べないかってそんなことないけれども、そんな時はね今お伝えしたリンゴ酢とかレモン酢とか要は酸っぱいもので傾いた酸性になったお体をスッとね弱アルカリ性に戻す工夫をしながら食べてます。ただ普段は食べないですってお話ですね。では3つ目です。私は添加物たっぷりの加工食品を取るのをやめました。でその加工食品、添加物って何っていうことで詳しくお伝えしますね。まずは食品添加物、腸や肝臓にもめちゃくちゃ負担かかる。でこういったものをですね知らず知らずに食べてしまうとどうなるか、あなたはどんどん食べても食べても栄養不足になってるんですよ。これすごく注意です。なぜかというとこういったね添加物、まあ、自然界にないようなものを召し上がりますとめちゃくちゃ消化吸収に負担をかけてますよ。要は腸とか肝臓がもうふーってね疲れちゃうんですよね。そうすると食べても食べても結局消化吸収できずに栄養不足に陥り、結果痩せるホルモンを作る材料が吸収できないわけですから、それで太るってしまうんですよね。そして主にじゃあその添加物って何ってことなんですけども、一つは化学調味料です。グルタミン酸ナトリウム、別名原材料のところを見ると調味料カッコアミノ酸等と書いてあるようなもの、こういったものがもうめちゃくちゃ入ってます、いろんなものに。なのでスーパーに行かれて食材を買うときは買う前に必ず原材料名をチェックしましょう。私もしてます。でもしこの文字が書いてあったらストップですよ。こんなものをわざわざお金を出して買う必要はない、もう絶対やめた方がいいですから、ぜひ気をつけていきましょう。そして代表的な添加物もう一つお伝えしたい、それはこちら人工甘味料です。甘い味付けのものもうほとんどこれ入ってますよ。すごく気をつけていただきたいです。なぜかというと甘さはね白砂糖の数百倍あるのにもかかわらずカロリーがないんですね。でこのようなものを召し上がってしまうとあなたは甘いものが
もう永遠にやめられない、止まらないなんですよ。なぜかというと、これはですね、自然界ないものです。でこのような、あの真逆のこと、甘いということは普通カロリーが取れるわけですよね。それが取れないってなると、脳があれおかしいなって、もっと食べなさいよってあなたに命令しますよ。それなので、あなたはどんどん食べてしまうわけです。ですからこういった人工甘味料、例えば甘いのにもかかわらず糖質ゼロとかね、カロリーオフとか、そういったものです、取らない方がいいということで、じゃあ具体的にどんなものを気をつけたらいいのって思いませんか。それがこちらです。要はね、加工食品なんですね。自然なものじゃないものです。例えばソーセージ、ハム、ベーコンとかめちゃくちゃ入ってる。あと冷凍食品もしっかりです。そしてインスタント食品、スナック菓子などなど、もうとにかくですね、そのまんまのものじゃないものは疑ってくださいね。絶対何が入ってるって思った方がいいです。ただメーカーさんの中にはもう本当良心的な方がいらっしゃって、化学調味料とか人工甘味料とか香料とかね、そういった添加物不使用ですよってパッケージに書いてくれてる場合もありますよね。極力そういったものを、私もそうです、あなたもぜひご一緒に、お体に負担がかからない、結局こういったものを食べたところで太るわけですから、今すぐストップされますといいです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめポイントは、私が10キロ痩せるためにやめたこと3選ということでお伝えしました。でね、あなたができるペースでいいです。あ、今日はこれやめとこうって、その積み重ねがダイエットの成功、結局近道、あなたが本来持っている健康で綺麗な姿を取り戻していただくためのきっかけとなりますから、ぜひ私と一緒に取り組んでいただけたらとっても嬉しいです。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録やいいねボタン、コメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。